はい、今回の動画は Excel のちょっとした小技で、 Excel のオプションの画面をキーボードの操作だけで素早く表示させる方法をご紹介します。で、 Excel のね、何かに設定を変えるときというのは Excel のオプションの画面を開きますけども、まあ、通常ね、マウスの操作でやる場合はですね、この左上のファイルのところをクリックをして、このね、左下のですね、このその他のところからオプションをクリックして、この Excel のオプションの画面を開きます。もちろんね、このやり方で開いてもいいんですけども、実はですね、キーボードの操作だけですね、まあ、いわゆるアクセスキーという操作でこの Excel のオプションの画面をですね、もっとね、素早く開くことができます。それではね、早速やってみたいと思うんですけども、まずはですね、キーボードの Alt キーですね、こちらを押してもらって、続けてアルファベットの T を押して、で、さらに続けてアルファベットの O を押してください。はい、そうするとね、マウスの操作で開くよりもね、はるかに早くですね、この Excel のオプションの画面を開くことができました。まあ、ちょっとした小技ですけどもね、この Alt TO ですね、より素早くね、このオプションの画面を開くことができますんで、ぜひね、活用してもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。